こんにちは、こんばんは、イッシーです。本日は J3 編です。大宮アルジージャと奈良クラブの試合をお届けしたいと思います。最近暖かくなってきて、観戦行く時の服装に迷うようになってきました。強めの花粉症持ちのため、この時期になると花粉症の時期が早く終わってくれと願うばかりです。試合前に大宮の氷川神社に寄っていきます。もう2024年になってだいぶ経ちますが、今日は絵馬を描きたいと思います。絵馬を2種類買いました。買ったのは木の絵馬と袋絵馬です。こちらの袋絵馬は願い事を袋の中に入れることができます。願い事を書き終えました。袋絵馬は動画外の自分として願い事を書きました。一人で絵馬2つ書くのは少し時間がかかりました。ではスタジアムへ向かいます。今日の席はこちらです。タオルマフラーの巻き方は今悩み中です。では売店に行ってきます。購入しました。去年はグッズ我慢してましたが、今年は買います。ちなみにシーはネクタイを結ぶのも苦手です。ではハイボールを飲みます。お昼ご飯がまだだったので買いに行きます。今回はオール埼玉ラーメンを食べることにしました。ナックファイブで食べるラーメン美味しかったです。完食です。ごちそうさまです。味噌ポテトも食べました。芋が柔らかくて美味しかったです。それではここからはしばらくはナレーションはなしにして、字幕のみでスタジアムの雰囲気をお届けします。Thank you.
年は寄せ書きの必勝祈願がありました。他会場の結果も気になってます。それでは帰ります。ちなみに今回着ているオレンジのシャツは2023年のリーグ最終節でもらったものです。まだまだリーグは始まったばかり、ルヴァンカップや天皇杯も頑張ってほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。これからも現地観戦の動画をたくさん配信していきますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いします。ではでは。